田中悟です。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、皆さん聞いてください。突然ですが、この会場の中でモテたいと思ったことあるかな。オークションじゃないから、これは。まあ、お客さんの気持ちよーくわかります。僕もそうだったんです。それで頑張った結果がこちらです。うわ、やっぱそう心の中で思いますか。大丈夫です、僕もそう思ってます。こんな高校生活では、これで高校ではサッカー部のマネージャーをやってました。それから大学生になるとボランティアしたり、ヒッチハイクしたり、はたまた大学の授業を運営したり、 NPO でインターンしたりとか、いろいろやってきました。こんな僕は、サトルって人生楽しそうだね、お前すごいな、悩みとかなさそうってよく言われるんです。そう見せてみました。本当の自分は、自分がすっごく大嫌いだったんです。僕の一番古い記憶は母親の悲鳴。両親が離婚してから一人ぼっちで寂しく、大好きなサッカーでは他人と比較されて、バカにされて、自信をどんどん失って、そして突然兄が亡くなりました。心臓病で。お兄ちゃんの分までサッカー頑張ろうって、最後まで頑張ろうって思ってたけど、今度は自分の心臓の問題でサッカーができなくなって、もういいや、なんで俺だけなんだろう。僕はずっとずっと孤独だって思ってた。こんな自分の何かを変えたくて、人生が変わるって言われているインドに旅に出ました。そこには他人とか環境とか、そんなの言い訳にしないで今を全力で生きるインド人の姿がたくさんありました。そしてその姿を見て、僕も今を全力で生きようって思ったんです。こんな旅の中で、ある一組の家族と出会いました。コミュニケーションがなかなか通じない中、話しかけに行って仲良くなれて、家に招待してくれたんです。その家族、貧しい中僕にご飯をごちそうしてくれて、近所中のみんなに僕を紹介してくれて、優しくしてくれたんです。そこで、なんでそんなに優しくしてくれるのって聞いたら、サトルは家族だから、いつでも帰ってきていいよって言ってくれたんです。そうか、こんな僕のありのままを受け入れてくれる人がいるんだって、変わんなくてもいいのかなって、居場所だって思えたんです。そして日本に帰ってから勇気を出してみることにしました。今まで言えなかった辛いことや後ろめたいこと、きついことも全部話をしたときに、サトルの全部がサトルだから、サトルのままでいいんだよって言ってくれたんです。こんな僕のありのままを受け入れてくれる居場所があったから、今の自分を受け入れ、自分を少し好きになることができました。そして気づいたんです。僕は孤独なんかじゃなかったって。今までたくさんの人に愛され、そして支えられて生きてきたんだって。だから今度は僕があなたがあなたらしく輝けるような居場所を作りたいんです。けどその人らしさとかありのままっていろんな形がある。ましてやそれを受け入れるのってすごく難しい。これまでの経験から嫌ということを痛感してきた。だけどこんな僕だからこそ、まずは日本、そして世界に出て、いろんな人のありのままやその人らしさを見ながら居場所について考えていきたいんです。だから僕は世界一緒に行きたいんです。
皆さん、想像してみてください。アフリカの人はどんなことを考えながら生きてるんだろう。何千人もの人々が神様に礼拝を捧げてる。この人たちの居場所ってどこなんだろう。いや、もしかしたらこの世界のどこかには自分の問題なんてちっぽけだってそう思わせるような場所があるかもしれませんよ。てか、そもそも世界中の人たちは何のために生きて何を幸せと思ってるんだろう。いや、なんだかこんなこと考えてきたら世界ってめちゃくちゃワクワクしてきませんか。僕はこの旅の中で出会った文化や宗教、さまざまなバックグラウンドを知りたいんです。だってそれってその人のその人らしさとかありのままに僕はつながってるって思ってるんです。僕はこんな世界中が自分が居場所を作るときに必ず役に立つと信じています。そして世界中に行った後、この日本であなたがあなたらしく輝けるような居場所を絶対に作ります。そしてこのドリームのように皆さんと一緒に夢を語れるような居場所にします。こんな居場所を作るために皆さんの力を貸してください。今日は僕の夢を聞いてくれて本当に